どうも誠です、今日はねここフィリピンのディズニーランドと呼ばれてるエンチャッテッドキングダムに来てます。僕の夢でもある世界のディズニー制覇ということで、この間やったねアメリカ横断旅ではカリフォルニアにあるディズニー、それからフロリダにあるディズニーワールドね、めちゃくちゃ巡った動画たくさんあるんで過去動画から見てもらいたいんですけど、フィリピンのディズニーも偽物だけどちょっと行ってみたいなと思ったんで来てみました。今日最終日なんですけど、夜の便まで1日楽しんで帰りたいと思います。ここ結構ね中心地からめちゃめちゃ遠いところど田舎にあって、ここまで来るのめちゃめちゃ大変だったんだけど、宿からどうやって来たのかっていうところから、スタートしていきたいと思います。ということでエンチャッテッドキングダム行ってみよう。ということで宿をチェックアウトして、これからねここマニラの中心地からエンチャッテッドキングダムに、向かいたいと思います。ということで今チェックアウトしてグラブタクシー待ってます。こっから2時間弱かかるんでかなり遠いんだけど、グラブだけで行くとめちゃくちゃ高いから、グラブでバス停まで行ってそっからバスで向かいたいと思います。街ともお別れだな。お腹さえ壊さなければもうちょい巡りたかったな。Thank you.エンチャッテッドキングダム。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 はい。ケンダム。ラグナ。ラグナ。あ、Thank you。隣だ。ラグーナってとこに行けばいい。え、あっち？あっちか。ここかと思ったら違う。あっちなんだ。ラグーナ。すげえな。どこ通っていいの？ジャンプ。ジャンプ。YouTuber。 すげえ。この間のことがあるからガチで親切にしてくれてるのか、お金請求されるのか疑心暗鬼になっちゃうよな。ここか。
発しました。本来行くべきバス停ではないところに来ちゃったんだろうな。どこで乗り換えるんだ。カランバっていうところに到着して、不安だから結構バスの中で Google マップで現在地を確認しながらここまで来たんだけど、目的地を遥かに通り過ぎてて、あれこれ行かないじゃんと思ったら、ここに着いた時に運転手がここだよっつって降ろしてもらって、でこっちのね、そこにセブンイレブンがあるんだけど、そこのセブンイレブンでジプニーに乗って行きなっていう風に言われたんで、まあなんとか行けることは行けるんだろうけど、正規の来方ではないな、これバスも結構高かったし、ということでジプニー乗ります。この赤いバンに乗ればエンチャッテッドキングダム行けるらしい。よかった。普通にジプに止めたら行かねえ行かねえって言われて、うわー騙されたと思ったら、専用のなんかジプにっぽいけど違うやつがあったらしい。あの狭いバンに乗ってウォルターマートっていうところまで来て、でこっから多分トライシクルとかで向かう感じか。めんどくさいね、乗り換えが。めっちゃ暑かった、しかもエアコンないから。調べたら徒歩10分で行けるんで、今日ちょっと暑いけど頑張って歩いていきます。結構トライシクルだとおられることが多いんで、まあ10分ぐらいだったら歩いちゃう。結構大きいスーパーだね。ここの道をひたすら歩いてきて、やっとたどり着いた。10分だけど暑いからきつい。お、なんかいろいろアトラクション見えるね。どこが入り口だ。あっち、しかし到着。荷物検査、まあまあ混んでるね。まあ、優先ライン、オンラインチケット持ってる人。おー来た。ここで買うっぽい。Thank you. Do you have locker? Locker. Big locker. That hurts. Yeah, yeah. Inside. Okay. Thank you. はい、ということでチケット買いました。1100ペソ。で種類があって、あそこに書いてあるかな、これ違うか、あ違うな、ちょっとこの辺に載せときますということで、中に入ってきたいと思います。Indoor facilities.
入場入場、マジディズニーだ。 BGM までディズニー。ちょっと荷物バカでかいんでロッカーに預けたいと思います。250ペソです。すげえな、スマホの充電まである。下りみたいなやつ乗ります。まあ割とこれはどこにでもあるような、結構濡れそう、意外と激しそうだよ。お、すげえ漏れてきてる。あー、いきなり、おー、メンバーシップ始めました。尖ってないです。尖ってない。それできそうだな。できるね。確かに。いい商売じゃない？うん、ポイント縛る必要あるのみたいな。フィリピンのディズニーランド、エンチャッテッドキングダムに来てます。絶叫の怖さプラスフィリピンっていう怖さがあるんだよ。おお、浮いたんだけど、さっき、やばい、これ本当に怖い。うわうわ、マジ後悔してる、これ乗らなきゃよかった。うわうわうわ、怖い。